私アミティ。素敵な魔導士になるために魔導学校で勉強中なの。でも今日はのんきに勉強なんてしている場合じゃないみたい。というのもアコール先生の大切な飛翔の杖がなくなったらしいの。それで見つけてきた人には何かご褒美があるって言うからみんな張り切ってるのよ。もちろん私もね。
ちらこそ。なんか調子狂うな。僕はグレイトな魔法で飛翔の杖のありかを突き止めているのさ。
って、あとは取りに行くだけ。そうだな、君にも教えてあげようか。本当？ああ、ただし僕とのぷよぷよ勝負に勝てたらね。
よか。お前の探しているのはこの金の斧かにゃ、それともこの銀の斧かにゃ。え、いや、私の探してるのは先生の飛翔の杖なんだけど。なんと、そんな正直者には金の斧と銀の斧をどちらもやるにゃ。いやだから、私は飛翔の杖が欲しいんだってば。よかろう。確かに飛翔の杖はここにある。しかし、ただではやれんにゃ。ぷよぷよ勝負だね。望むところだ。学校に帰ります。